サイゼリヤが開いた記者会見。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、なんと、つけたまま食事ができる食事用マスクを発表するというのです。通常、マスクは口を覆ってしまうため、つけたまま食事をするのは不可能のように思えますが、一体、食事用マスクとは？これ、まあまあ食べられましたね。これをつければ食事中に会話を楽しむことができるといいます。マックの新しく開発されたマスクバーガー、とってもかっこいいです。ほらね、知らんの帽子がほらたたいてちゃんじきをけさマスクをしたままで食べれるから感染しないわけ。感染しないから肺炎にもかからないよ。最高だと思わない？